雑巾とは、吹き掃除用の繊維製品。汚れや、こぼれ落ちた液体を拭い取るなど、吹き掃除に用いられる普遍のこと。ウエスに似ているが、ウエスは、不定型で複数回使用が困難なのに比べ、雑巾は、複数回使用を前提として、耐久性のある平面形状の製品。吹き掃除用でも繊維製品でなく、樹脂多交体のものは、スポンジ、セーム側などと呼ばれる。なお、 雑巾を雑巾とも書く。鎌倉時代の絵図から日本で使われていたことが判明している掃除具は、京のモップに似て、柄が長い木の棒の先に T 字になるよう大木をつけ、その大木に布切れを巻きつけたものである。当時の名称は不明だが、現代では棒雑巾と呼ばれている。手に持って拭くための布は、室町時代に清し金と呼ばれており、これが、 雑巾の語源と考えられる。普及は、江戸時代になってからで、使い古しの木綿の平織り布を、数枚重ね、木綿の糸で縦横に縫い合わせて補強する形は、この時代に出来上がった。使い古しのタオル一般家庭などでは、使い古しの布巾や、タオルなどの布地が再利用される場合も多いが、量産の市販品には、特殊繊維を用いた比較的薄手のもの、折りたたんだタオル地で、 タオル雑巾として市販されているものなどがある。スーパーマーケットや100円ショップなどでの購入も可能である。簡単に作れることから、小学校の家庭科の授業の課題として作らされることも多い。刺し子雑巾は手縫いが基本だが、近年はミシンで作られるのが一般的。一般的な雑巾の形状は四角形で、多くは長方形である。布製のものが多い。 マイクロファイバー雑巾はポリエステル製である。ワイパー用はポリプロピレンポリエチレンの安価な不織布である。紙でできている使い捨て雑巾もあり、ペーパーダスターと呼ばれる。キッチン用の雑巾はキッチンダスターと呼ばれる。また、布地、または紙シートに薬剤を染み込ませた化学雑巾と呼ばれるものもある。かつては、おしめや修繕が不可能になるまで着古した古着などが、 使い回されることもあったが、使い捨ておむつの普及とメリアスなどの編み地の普及と、戦後の様相化と裁縫離れにより、そのような習慣は一般的ではなくなった。編み地に白、オリジに白、吹きやすいサイズにカットすることで余計な繊維埃りの発生源となるため、古着の再利用先はウェス用途へ傾いている。また、古新聞もしばしば使い捨て雑巾として水吹きから吹きに用いられる。 市販品は白色のものが多いが色付けされているものもある。清掃業では清掃箇所によって色分けしている場合もある。雑巾との名称ではないが類似製品としてレンジ油汚れなどに特化した薬剤を染み込ませたウェットティッシュタイプ掃除具や床用棒付きワイパーの取り替え用不織布などが市販されている。界面活性剤、オレンジオイル、電解水、アルコール、 香量などを眼芯済みで販売される平面型の繊維製品で、ある点で化学雑巾の発展系であると言える。掃除法は、そのままで拭く、空拭き、水で濡らして絞って拭く、水拭きなどがある。汚れたら、空拭きの場合は、外で叩き、水拭きの場合は、水で洗って絞る。高カロリー液体をこぼした場合は雑巾に染み込ませ、バケツに絞り、洗面所ではなく、 トイレにお水を流し、水拭きする。小学校には、雑巾をゆすぎ絞るためのバケツが常備されていることが多い。基本的には、手で持って拭くのが普通だが、雑巾を装着する前提のモップも存在する。足で踏んで拭くのは、マナー違反であるとされるが、体重の軽い女性や児童にとってはより強い、摩擦力を加えられる合理的な行動でもある。 学校教育の一環として、掃除の時間にはしばしば雑巾が用いられる。小学校だと、児童に雑巾を持参させることもある。学校によっては、年度末にワックスがけを行う学校もある。寺や神社では、弟子の教育の一環として、廊下や板の間などの雑巾がけを行う。かつては、菜種油を適度に染み込ませた油雑巾も仕上げの、さの空拭きに多く用いられた。 使用中は大きな埃は指で摘み取って捨てた後裏返すなどで新たな面を出して拭ける場合がある。使用後は木綿雑巾、マイクロファイバー雑巾は漂白洗濯に耐えるが薬剤眼心が前提となっている化学雑巾、不織布、ウェットティッシュタイプは家庭で洗濯や再眼心ができないため燃えるゴミとして処分すべきである。 特に河川雑巾から発生する微細繊維は下水に流すことでマイクロプラスチックとして河川、海洋の環境汚染に関与する可能性がある。雑巾をかける行為は雑巾がけと呼ばれる。近年はスポーツ競技の一種としてあちこちで大会が催されている。愛知県豊橋市では 雑巾掛けレースの世界大会が開催されており、2016年2月には豊橋市政110周年プレイベントとして、第1回大会となる世界雑巾2016が開催された。ありがとうございます。